はい、最後の仕上げをしたいと思います。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、ティーコゼポットホルダーのね方を両面編み終わりました。こっちとこっちね、この糸全部もう今これで終わりなんですけれども、一応最後までねペロッと編めちゃったので、気がついたら編んでたので、なんか謎な組み合わせになり、うちの娘になんか変って言われましたけど、まあ余り糸で作ってるので、ちゃんとねかっこよく作りたい場合はもうちょっと色選びをして、ちゃんとした糸を使って作った方がいいと思います。で、これあとねここキュッと締めて終わろうと思ってたんですけど、ちょっとですねやっぱ編み地、まあこっちの糸の伸び率とこっちの糸の伸び率、やっぱり糸が違うだけあって微妙に差が生まれてきて、しかもこう編み地やっぱり伸びてきたので、ここで今ねこの今紐を入れるとこ作ってたんですけど、キューってやるとかなり上の方でこうほんと まるっと全部隠すって感じになるんで、なんかね今ちょっとね面白くないなという思いが出てきました。もうちょっと下の方でキュキュッと止めたいなと、もうちょっとこうなんて言うんでしょう、編み地をポットに密着させたいなと思ったので、今ほまあここにね紐つけるつもりで穴を開けて飾ってね、なみなみにしたんですけれども、このね長編み2個ぐらいしたここら辺に別に紐を通すためのものを編みつけていこうかなと思います。もう なんかちょっとやりたくなりました。で最後その編みつけたところに紐を通してキュッとしようかなという思いがあったので、まあ実験、私のねこの編みはほぼ実験なので、今日も実験をしていこうというそんな感じでございます。でこっちの方が編み目見やすいけど、はい、今ねこのポコポコっとした編み地の後に、普通に細編みの段を往復編みで5段で、長編みの段を往復で5段編んでるんですよ。で、その後にこう紐を通すためのね、部分を編んであるんですけれど、この長編みの部分、3個下でもいいかな。ここの足を拾って、紐を通す場所を作っていこうかなと思います。で、そしてさらにですね、今これポットね、入れるのに、パカッと開いて、こうポットをえいって入れて、って思ってるんですけど、思ったらここくっついててもね、注ぎ口の方くっついてても、ちょっと待ってね、はい、注ぎ口の方くっついてても入れる時に多少ね、多少何て言うか完全にペロンってしてなくてもいいんじゃないかなという思いが出てますので、こっちにこう編みつけてって、こっからそのまんまこっち側に行ってみようかなと思っております。でも余り糸に次ぐ余り糸で、これも余り糸です。で、5号針使って、今ね、ちょっとどう編もうか悩んではいるんですけれど、長編み1個、2個、3個下かな ?3 個下の、この間ですね。3段目と、この4段目の間。糸入れて、細編みして、糸をつけましてと。ここから、やっぱ1、2、3、3つ立ち上げて1つ編んで、1個飛ばして、こう1つと1個穴を飛ばした、次の穴に、よいしょ、長編みしようかな。で、鎖編み1つして、で穴を1つ飛ばして、これでどうだろう。多分同じ色の糸でやれば目立たなくていい感じになると思うんですけれど、もうね同じ糸を持ってないので、それならばと思ってこうパリッと違う色持ってきましたけど、でここに糸つけてキュ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 ッとやれば、まあ、ほんと実験なので
うまくいかないかもしれないんですけれど、まあ、やってみないとね、わからないので、これも一つのね、経験を積むということで、何でもやってみましょうと。で、今鎖編み一つしたらもうそのまんますぐ隣こっちですね。こっちの2目目と3目目を取って長編み。ちょっと待って。よいしょ。よっ。1、2、3。2目目と3目目の間。ここ縦にね、すくうように。で、鎖編み1つして、穴を1つ開けてかな。1つ開けて、長編みと。まあ、普通の、ただのね、長編みの部分を、ここの普通の長編みをすくって、そこに紐通しちゃってもいいんじゃないっていうことなんですけど、ちょっとアクセントにもなるし、試しにやってみたかっただけなので、シンプルなのがね、いい人は本当に、この長編みの足を作っていけばいいだけなので、もう基本この、なんて言うんでしょう、毎日、ん？これはどうなんだろうっていうのをそのままやってますので、完成されたものを、ね、完成してからね、動画撮影してやればいいんでしょうけど、その暇があるぐらいなら、ちゃんと完成したものを作って動画撮る暇があるなら、流してしまった方が楽しいかなと。はい、端っこまで来ました。さあ、このままこっちね、くっついてるんですよ、もう。くっつけちゃったので、こうポッとね、入れるときにシュポッと入れてこっち側で絞るって感じですかね。まあこれもワンポイントになって白が入ることでビシッとなって、白っていうかまあこのちょっときなりですけど、白っぽいのが入ることによってビシッとなっていいかなーなんて、ね、白い線が入って、とりあえずこれでやって紐を作りましょうかね。普通のね、鎖編みでいいと思うんですよ。で、スレッドコードにする？分厚くなっちゃうかな。もういいか、鎖編みでとりあえず。よし、これでいきましょう。どうだろう。これでとりあえず紐ができたので、通して、試しに通してみます。革紐とかでもね、かっこいいし、あとリボン。細いリボンでも可愛いと思うんですよね。あと順番にこの間にね、よ、通していきましょうと。で、通してきたので、ここでどれだ、これとこれです、これ合わせまして、はい、キュ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 って感じですね。で、結んで、そしたらこうよりポットに密着する形、こう生地がね伸びた分だけ引き締められていい感じになるかなと思います。ちょっと糸始末して綺麗な形にしてみましょう。本当に今日ね、ちょっとこれをやった方が楽しいかなぐらいの、これをやったらどうなるんだろうっていう、そういう、こう考え方っていうか、どうなるんだろうの興味ですね。興味だけで編んでおります。こういう状態で、ポットを抜き差しして、で、キュッと締めて、ちょっと紐は後でもちょっと変えたいなという思いはありますが、ここでギュギュッと締めて縛ると。はい、できたできた。まあ、こんな感じで、ね、軽い今日はもうここしか編んでないんですけど、
ちょっとこう別の糸というか別で紐を通す場所を無理無理作ってみました。今これ表側についてますけど、内側につけてもいいと思うんですよね。ただちょっとワンポイントになるかな。こっちから見た印象とこっちから見た印象ガラッと変わりますね。面白い。うん。で、うちの娘の家にはここに目をつけようよって言ってました。ここに目つけたら楽しいかもしれない。つけるか。目つけるか。遊んでるな、完全にな。でもね、目つけたいんですけどね、こっち暗い糸にしちゃったから、黒い糸で目つけてもなんかなんだよなって今ちょっと思ってまして、明るい糸でつけちゃいますか。よいしょよいしょよで、ここで、はい、キュッ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 と。キュッ。はい。熱いって言ってる。熱いって言ってる顔になりましたと、さと。はい、こんな感じでティーコゼの方、我が家の今年のティーコゼ完成いたしました。もうちょっとね、紐の方はもうちょっと後でなんとか綺麗にね糸始末しようと思うんですけれども、顔ついたね。顔ついただから、ブンブクチャガマっぽいって言われたので、ここにね耳つけて後ろに尻尾つけるのもありかなとも思っております。はい、こんな感じで熱い熱いよというわけで、ティコゼの方完成いたしました。はい、また明日また違うことをやっていこうと思います。それじゃまた明日。じゃっ。